ウニオンデスポルティーバデレイリア、通称ウニオンデレイリアは、ポルトガルレイリアに、本拠地とする、サッカークラブである。1966年6月6日創立。ライバルクラブは、同地域圏に属する、SC ベーラ、マル、アソシアソン、ナバルプリメーロでマイオ、アカデミカコインブラ。最大の成功は2002から03シーズンのカップ戦、決勝進出である。 2011から12シーズンには資金難を理由に本拠地をエスタディオムニシパルでレイリアからムニシパルでマリーニャグランデニーさらに給料支配が深刻化したため2012年4月28日付でこれを不満とした選手16人が退団。さらに翌日の試合直前に1人がチームの金を持ち逃げして行方をくらました結果、 所属選手はわずか8人にまで減少した。あと1人でも選手を欠くと試合成立が困難になる状況に陥った中で4月29日の CD フェイレンセ戦に8人で臨んだが0から4で敗れた。5月4日にリーグからの脱退を発表したがその後脱退を撤回しユースから3人の選手を引き上げて SL ベンフィカと CD ナショナルの2試合に臨んだ。なし。 ジョゼモーリーニョ、ありがとうございます。